急に盛り上がったところにまた電話が出てきてしまいました。なんと偉いやつに電話しなくてはいけません。そうですか。この方はまだ起きてらっしゃるんでしょうかね。早速電話させていただきたいと思います。東京ですよ。もし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 、呼んでますね。はい、もしもし。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 はいはいはい、どうもどうも。おめでとうございます。おめでとうございます。もしもし。はいはい。ウィッキーさん。ウィッキーです。いや、懐かしい。そんな振りかっこ悪い。違う違う。人間そうと言え。いや、しょうやちゃん。はいはい、どうもどうも。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今、こんな時間に本当にすいません。うん、全然全然。まあ、本当、今日は、ほら、夜中バラエティーにこう、出ずっぱりみたいなことはないんですか？うん、あのね、今年からね、もう休みに入った。休み。もう年も年やからね。もう師匠偉くなっちゃって。うん、ってたよ。そうなんですか。うん、なんかあの昨日もなんか浜松の即番やってましたね。あ、浜松、そうそう、あの関西では、うん、あのその日にやって、うん、で関東エリアは、うん、明日、うん、うん、夜中にやりますね。そうなんですか。うんうん、今ね名古屋にいるんだ。名古屋に。名古屋ですね。名古屋のね、うん、レインボーホールっていうところで。うん、えらいところですよ、今会場に。長時間コンサート。うん、まだね。喋りすぎやいう話だけど。いやいや、そんなことないですよ。何言ってんだよ。師匠。私は、師匠がこんなにもね、喋りをですね、期待させたんですよ。あることないこと。ね。そうそう、ごめんごめん、いろいろとね、ネタフリー、多いからね。ネタフリー、そうそう。な、話すときには紙紙もつけてとかって言って教えてくれたのは、師匠ですよ、全部。はいはい。落ちなかったら落ちるまで話せ。いや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 。無理やりな勉強はしてないけどもね。ありがとうございます、うん、いや本当にあの今コンサート中で、うん、これあのレインボーホールですか。そうですよ。ほんであのお客さんはやっぱり6000人とか入るっていうのを聞いてますけども、これ入ってるわけですね。いるよ。あのこれドッキリとかそういうんじゃないんですね。ドッキリじゃねえよ。あー完全聞こえる聞こえる聞こえる。ほらー、あ聞こえる聞こえる。あマジやマジや。ほらすげえだろ。あ嬉しいね。なんか電話でその歓声を聞くとすごいだろ。自宅でコンサートしてるみたいね。してないしてないって。みんな乗ってるかい。イエーイイエーイイエルリヒルリなんだそれ。いやいや、まあまあ一応ね。あ嬉しいもんやねこれね。すごいでしょ。うん、すごいすごい。今回はね、うん、僕らがこう21世紀に入って、はいはい、それでスターダストレビューの歴史をね、うん、こうみんなに聞いてもらおうかなと思ってコンサートやってたりするんだけど。なるほど。それで、俺たちは俺たちなりにこう楽曲を選んだんだけど、うんうん、俺たちは選びきれない曲があるんで、うんうん、各界の著名人から、うん、リクエストをいただいてしまおうって。なるほど。あんた著名人ですよ。著名人になってるの。うん、ほんであのこの6000人の前でも、うん、あの寺田さんはボーっとしてんの。いやいや。え、大丈夫？うん、今日はね、元気になってちゃんと目ん玉吐いてちゃんとドラム叩いてる。今日は大丈夫。今日は大丈夫だけど、ちゃんとやってますよ。柿沼が眠そうなんだわ。いまいち覇気がないんだよ柿沼さん。そうだよね、うん、もうそろそろね、うん、なんか枕が欲しくなってくる時間ないみたい柿沼。あ、そう。ほんなら、うん、ベースに重りつけたらどう。そうじゃ、めっちゃ重たくてみたいな。あ、少し拷問みたいにね。うん、そう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 、そういう風にね。あ、いいかもしれない。もうね、あ、坊さんの声は聞こえるね、坊さん。え、はいはい、いたから。どうも。坊は、坊はね、さっきね、うん、一人でね、ちょっとね、ソロで歌っちゃったんでね、やった。ちょっといい気になってんだよ。いい気になってないよ。そう、今、俺だけの世界に入っちゃってるらしくて。一人でさ、うん、なんかちょっと気取ってんだわ、あれ。気取ってる気取ってる。所詮そんな人間じゃないのよね、あいつね。うん、俺、翔平ちゃん、俺不思議なんだけど、翔平ちゃんの声が俺の足元のスピーカーから聞こえてくるんだけど、うん、俺、ね、うん、帰り、うん、俺はずっとそこに向かって話しかけてんのよ。ちょっと変な人やねこれ、うん、ちょっと変だよね、うん、不思議だ。なんか翔平ちゃんがこの小さな箱の中にたくさんいるような気がしてさ。怖いな怖いな。え、小さな翔平ちゃんが200ぐらいいるんだけど、そうですか。これ、うん、
ずっと朝の5時6時まで、今日はね5時ぐらいかな、ぶっ通しで喋り泣くだけ、誰が喋ってんだ。え、これね、もうこれでね、一応このリクエストを聞いたら、うん、一回休憩でですね、みんな休憩入って、そろそろもうだって2時間半やってますもん。そうかそうか、年越しで、うん、それでまた20分ぐらい休憩した後に、うん、後半どっかん行こうかなと思ってるんですけども。なんだすごいね、なんか休憩が入って、うん、あ、みんな拍手して、これ休憩が嬉しい拍手だからね。どうする、休憩してくれ、休憩を喜ばしたらあかんよ。休憩もなしで行こうか、なしで、なしで、もうみんな休憩休憩ってすごいよ、もうすごい。本当に今年はいろいろご無沙汰しちゃったよね、忙しくて、すれ違い、そうそう、でまあ、ほら、かなめさんも足の骨、うん、足の骨、ちょっと骨折してな、おう、うん、すぐ、おっちゃんありがたいな、すぐ電話して大丈夫って言って電話くれたのは嬉しかったよ、俺、そうそうそう、短い足がまた短くなったのかな、思って、なんでやねん、それ、ごめん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 。いや、俺はでもね、うん、あれからね、カルシウムと牛乳たくさん飲んだんで、あ、えらい、少しね、うん、身長伸びたよ。それは嘘、それは嘘よね、それは嘘、それは嘘。面白いね、相変わらずおじさんね。いえいえ、あ、でな、今日は、はいはい、リクエスト取っちゃうんだけど、翔平ちゃんのな、はいはい、で俺たちはさっきオリックスの谷君にな、うんうん、やるちゃんの彼氏って言わないと分かんないのかな、分かる、そう、谷君に電話してな、うんうん、谷君が言いそうな曲は何曲かこっちも用意しといたわけ、うんうん、見事それに当たったんだよ。翔平ちゃんのもいくつか用意してあるんだ、実はな、うん、それほんなら僕からリクエスト1曲、うんうん、あ、そうそう、ほんならもうほらいつもやっぱりカラオケの翔平のまあまあお箱18番、これいっちゃおうかな、リクエストしちゃおうかな。よかった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 よ。そのラインが来ると思ってたんだ、実は。ありがとうね、水浴いっちゃおうかな、水浴を、これね、うん、翔平ちゃんがね歌うとね、うん、裕次郎が歌ってるみたいな、で結構ねブルージーに歌うんだよ。そうそうそう、ね、うんうん、結構いい得点出すもんね、いい得点出すよこれね、お料理もね、うん、でも、ね、たくさん飲まないと歌ってくれないで、そうそう、ベロベロやないとちょっとね歌えないけどもね、うん、いつもありがとうございます。いやいや、今年も本棚よろしくお願いいたします。うん、どうもありがとうね、また今度あと顔出しますんで、うん、この間さっき岩ちゃんから電話あって、うんうん、さっきこの間翔平さんと一緒にラーメン食いに行ったんですよって言ってました。あ、ほんまに、うん、でもごめん、岩ちゃん言っても、うん、6000人は分からないんじゃないですか。分かんない、誰も分かんない。そうそう、いや、ちょっと伝えたかったの。分かりました。そんなわけですいません、遅くに。いえいえ、じゃあ追憶が賜りましたんで、はい、はい、頑張ってください。また今年もよろしくお願いします。お願いします、こちらこそ。食手翔平、どうもありがとう。いやぁ、うん、2連勝だね、俺。ね、この辺が来るとは思ってたんですよ。ね、さあ、そういうわけですね。この翔平がね、歌うとね、本当に追憶がね、結構いいんですよ。で、自分でも、こういう声、あいつね、低いけどね、しゃがれてて結構ブルージーに歌うとうまくてですね、今日僕も負けないようにですね、それじゃあ、食手翔平のリクエストでですね、追憶を聞いてください。